ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、ある地震が危惧されていることを知っているか？ある地震ってなんだろう。もしかして、南海トラフ地震とか？確かに南海トラフ地震も危惧されているが、一番危惧されているのはある県での地震だぜ。え、そうなの。なんだか、今回もヤバそうな話ね。それじゃ、早速解説していこう。では、地震の発生が危惧されている、ある県について解説していこう。ある県ってどこなの？それは大分県と宮崎県だぜ。それってもしかして、日向灘における地震じゃないの？さすがは地震の解説に長いこと、携わってきた霊夢だな。まさにその通りだぜ。やっぱり、そうだったのね。では、日向灘で発生すると言われている地震について、解説していこう。日向灘ってことは宮崎県の方だよね？なんとなく場所はわかるけど、正確な位置は微妙だわ。具体的に言うと、日向灘は宮崎県の南端問岬から、大分県佐伯市の鶴岬までの沖合とされているぜ。黒潮が問岬沖を経て四国沖に達するため、イワシ、マグロ、カツオの回遊する、航路上になっているんだ。ほっぺたが落ちるほどに美味しい魚ばかりだね。また、日向灘は景観が美しく、日方海岸や日南海岸といった国定公園、さらにシーガイアなどの観光資源にも恵まれている場所だ。シーガイア、昔行ったような気がするよ。あの時は若かったわ。今も十分すぎるくらい若いだろ。確かに、私たちは永遠に歳を取らないからね。急に怖いことを言うなよ。それで、日向灘で発生すると考えられている地震は、マグニチュード8以上なんだ。マグニチュード8以上ってかなりヤバいわね。確かにな。また、もともと、日向灘に関しては2004年に南海トラフにおける地震に関して、想定される地震の規模が発表されていた。しかし、この地震の規模は、マグニチュード8以上ではなかったんだぜ。え、じゃあ、2004年に想定されていた地震の規模より、引き上げられているということなんだね。その通りだぜ。また、日向灘における地震は過去に何度も発生しているんだ。え、そうだったの。私は関東に住んでいるから、全く知らなかったわ。まあ、九州に住んでいる人でも知らない人がいるので、別に霊夢が知らなくても無理はないぜ。ほうほう。それで、日向灘ではマグニチュード 7.6 前後のものは、約200年間隔で発生すると推定されているんだ。また、17世紀以降では、1662年、マグニチュード 7.6 と、1968年、マグニチュード 7.5 の、2回が該当すると考えられており、2回とも津波を引き起こし、人的被害を出しているぜ。やっぱり、地震と津波はセットで考えておかないとダメだね。確かにそうだな。話を進めるけど、日向灘において、マグニチュード 7.0 から 7.2 程度のものは、約20から27年間隔で、発生すると推定されているんだぜ。結構、発生までの間隔が短いのね。先ほどの内容を具体的に言うと、1923年以降は、1931年、マグニチュード 7.1、1941年、マグニチュード 7.2、1961年、マグニチュード 7.0 の3回または、1984年、マグニチュード 7.1 を含めると、4回の地震が発生し、いずれも人的被害を出しているぜ。つまり、日向灘では2種類の地震が存在し、それぞれ、ある程度の間隔で地震が発生しているのね。その通りだぜ。それで、ふと思ったけど、日向灘で発生する地震には2種類があるから、2つの地震の間隔を合わせると、やばいことになるよね。実は、そうなんだぜ。聞かなければよかったわ。さっき、霊夢が言った内容を具体的に言うと、2種類の地震を合わせると十数年から数十年に、一度の割合でどちらかの地震が、発生していることになるんだ。一種類だけの地震ならともかく、もう一種類の地震があるのは厄介だし、怖い存在だよ。また、過去の地震から調査された内容によると、日向灘で発生した過去最大の地震は1662年に発生した。マグニチュード 7.6 と推定されている地震なんだ。あれ、ちょっと待ってよ。冒頭などでマリサは日向灘で発生する地震は、マグニチュード8以上って言っていたけど、あれは嘘なの？いや、嘘ではないぜ。確かに日向灘の最大のマグニチュード8以上だと、想定されているんだ。ほうほう。でも、これまでに発生した日向灘地震では、マグニチュード8以上の地震はないんでしょ？確かに過去の日向灘地震において、マグニチュード8の地震が発生したことはないけど、発生する可能性は十分にあると政府は考えているんだ。なるほどね。別に疑っているわけではないけど、仮に発生するならいつ頃になると考えられているの？残念ながら、そのことに関して詳しいことは分かっていないぜ。何よそれ。じゃあ、明日にでもその地震が発生する可能性があるってことじゃないの？まあ、そういうことになるな。ただ霊夢、地震のメカニズムをよく考えてくれ。
うん、言いたいことはわかるわよ。確かに地震はいつどこで発生するかわからないからね。そうだぜ。だから、常に準備を万全にしておく必要があるんだ。まあ、そう言いつつも、ある地震が日向灘地震の発生に大きく関わっていると言われているんだ。え、そうなの。それで、ある地震って何なの？それは南海トラフ地震だぜ。出た、南海トラフ地震。でも、日向灘地震と南海トラフ地震は、関係がないような気がするけど、その点はどうなの？それに関してはしっかり解説すると、ものすごく長くなってしまうので、簡単に言うと、プレートが関係しているんだ。ほうほう。そして、最近の研究では、南海トラフ地震が発生すると、日向灘でも大きな地震が発生すると考えられているぜ。なるほどね。つまり日向灘では単体で発生する可能性がある上に、南海トラフ地震によって発生する、可能性がある、とにかくヤバい場所なんだね。まさにその通りだぜ。では、次に南海トラフ地震について解説していこう。日向灘地震に気を取られていたけど日本には、南海トラフ地震の脅威も迫っていることを、忘れてはいけないわね。そうだぜ。それで、おさらいだけど南海トラフ地震が起きる根拠はいくつかあるんだけど、その一つに活動期というのがあるぜ。ほうほう、活動期。初めて聞いたわね。それで、その活動期は南海トラフ地震に限らず、日本の多くの地震に関係することなんだ。それはめっちゃ重要な話だね。具体的に言うと、南海トラフの危機が迫っているということは、日本全体の内陸活断層が活発になっている、ということを意味するんだぜ。なるほどね。やっぱり、日本は地震大国であることを、思い知らされるわね。確かにな。それで、先ほどの内容をもっと具体的に言うと、内陸直下地震にも注意しなければならないとなる。また、南海トラフが起きた後、内陸直下地震が起きる可能性もあるぜ。危険な地震ばかりでヤバすぎるわね。では、ここまでの地震が発生する原因である、断層の活動期について話をしていこう。よろしく。まず、南海トラフ地震は、フィリピン海プレートが沈み込むことによって発生するぜ。そしてユーラシアプレートがそれに引っ張られて溜め込まれて、最終的にその歪みを解放するために、ユーラシアプレートが跳ね上がることで、地震が発生するぜ。ユーラシア？フィリピン？ユーラシアが日本側で、フィリピンが太平洋だぜ。なるほどね、言い換えると綱引き状態なんだね。少し意味は違うけど、イメージとしてはそんな感じだな。じゃあ、現在の状況はユーラシア側が優勢な状況なんだね。簡単に言うとそんな感じだな。話を進めるけど、そのユーラシアプレートの歪みが溜め込まれている状態が続くと、フィリピン海プレートが沈み込むことになる。その結果、大陸側のユーラシアプレートも、少しずつ同じ方向へ沈み込んでいこうとするんだ。グイーンって感じだね。そう、それで、先ほどの二つのプレートは引っ張られながらも、元に戻ろうとする力も働いているんだぜ。そして、その元に戻ろうとする力が一気に働くと、地震が起きることになるんだね。その通りだぜ。さて、南海トラフ地震が発生するメカニズムを理解したところで、今度は南海トラフ地震が日本に対して、どんな被害を与えるのか考えていこう。ニュースとかでも、ものすごい被害が出ると言われているから、ちょっと話を聞くのが怖いわ。確かに怖いかもしれないが、どの程度の被害が出るかを知ることで、どこへ避難すればいいのかなどわかるようになると思うぜ。確かにそうだね。では、南海トラフ地震の被害想定を話していくぜ。よろしくお願いします。南海トラフ地震について、日本政府及び気象庁が発表した被害想定だと、日本国民の約 54% が、被災する想定だそうだぜ。地震で国民の 54% も被災するなら、逃げ場なんてないじゃない。確かにそうだな。しかも被害を受けるのは、静岡から西は全域となっているぜ。確かに文字通り半分以上ね。はっきり言って、西日本に逃げ場はないってことなの？厳密には西日本の太平洋側には、逃げ場はないってことになるな。どれだけすごい地震なのよ。こんな地震が起きて安全な場所に逃げろっていう方が、難しいと思うわね。確かにそうだよな。また、南海トラフ地震には、東海地震と南海地震とに分けられるんだ。ほうほう。大きな地震である南海トラフ地震が、二つに分けられることは知らなかったわ。確かに南海トラフ地震は知っていても、二つに分けられることを知らない人は意外と多いぜ。そうだったのね。でも、二つに分けられるのであれば、どっち側が地震の被害が大きいとか分かったりするの？もちろんするぜ。具体的に言うと、次の地震は特に被害が大きくなるのは、東海地震と予想されているんだ。東海地方、かなり被害が大きそうな感じがするわね。そうだな、被害想定は若干の違いはあるけど、最悪の場合は32万人以上が、地震によって亡くなるとも言われているぜ。32万人、とんでもない数だね。それにそういった予想ができるのが、単純にすごいと思うわ。
それに関してなんだが、南海トラフ地震には周期があって、ある程度予測はできるんだぜ。なるほど、それで周期的に近い将来ってことね。そうだぜ、だいたい南海トラフ地震は、100から150年で起きる地震なんだ。それで前回はいつ頃に発生したの？1946年だぜ。ってことは早ければ、約20年後には大地震が起こる可能性があるってことなの？その通りだぜ。地震は起きてほしくないけど、自然の話だから、私たちではどうにもできないんだね。そうだな、まあ、そこは地球が生きていると言っておくしかないな。確かに。話を戻すけど、1946年のさらにその前は、1854年だぜ。100年も経たずして大地震が起こることもあるのね。あくまで平均すると、100から150年くらいで、一つの周期になってることが多いってだけだからな。そりゃあ、データ通りにはいかないよね。ただ、地震の研究は進んでおり、専門家の研究結果によると、2050年までに大地震が、起こる確率が算出されているんだ。ほうほう。それで確率はどんな感じなの？確率は、80% 以上だぜ。いや高すぎるでしょ、ほぼ確実じゃないのよ。また、その研究通り地震が起きた場合、被害総額は国家予算を超えるぜ。やばすぎて言葉が出ないわ。それで、先ほどの被害想定を詳細に紹介すると、国民の約 54% が被災し、死者想定は32万人を超えるぜ。そして、被害総額は220兆円を超えるぜ。真面目に被害想定をシミュレーションして、その結果は笑えないわね。確かにな。また、あくまで被害想定とは言えば被害額だけでも、あの東日本大震災の10倍以上となっているんだ。あれだけ日本全体が絶望した震災の10倍以上なんて、未知の世界よ。特に被害が大きいと予想される静岡県は、死者想定が11万人を超えると言われているんだ。とんでもない数だね。でも、なんでそこまで被害が大きくなると、予想されてるの？地震の発生する震源にもよるが、どの位置で発生してもかなりの確率で、地震の数分後には大津波が静岡県を襲うと予想されるんだ。数分後って、逃げる時間なんてないじゃない。正直言ってないな。それに、霊夢はマグニチュード8を超える地震の直後に、スムーズに動ける地震はあるか？絶対に無理ね、余震が怖すぎるもん。そんな心配をする暇もない速さで、最大30メートルの津波が来るんだ。確かにその状況だったら、死者11万人という数字は納得だね。それで、静岡県はかなりの長期間をかけて、いずれ来る南海トラフ地震の対策を、行っているのを踏まえて、これほどの被害想定となっているんだ。対策をしているのに、先ほどの数字になってしまうなんて、言葉が出ないわね。また、南海トラフ地震によって被害が出るのは、静岡県だけではなく、四国や九州南部では、最低でもマグニチュード7の地震が予想されているぜ。四国や九州でも被害が出てしまうのね。確かにそうだな。また、先ほどの場所では10メートルを超える津波が発生するとも、想定されているんだ。10メートルでもとんでもない高さよね。逃げられる気はしないわ。さて、ここまでは日向灘における地震と、南海トラフ地震に関する話をしたぜ。いや、日本は地震大国であることは知っていたけど、これほどの脅威にさらされているとは思わなかったわ。確かにそうだな。ただ、今回紹介した地震に関しては、ほんの一部に過ぎないぜ。じゃあ、他にも危険な地震はたくさんあるの？実は、あるんだ。ひぃ。だからこそ、日頃の準備が必要なんだ。わかったわ。とりあえず、防災バッグを追加発注しておくわ。いや、さすが20個あるのでこれ以上はいらないぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。